はい、どうもどうも、しゅんです。はい、今日はね、あのー、野球のネタいきます。ええー、六人がシーズン二十発超えの驚異のええー、巨人史上最強打線というな内容をやっていきたいと思います。で、これはあの二千四年の巨人のあのオーダーなんですけども、ええー、九野球まあ九人いますけども、だいたい野手八人と考えて、あのー。 8人の野手のうちの6人があの20発以上打ってるよっていうすごい打線だったんですね、この2004年の時でちなみにラインナップとしては、1番西、えー、28本ホームラン打ってます。で、2位の清水,清水さんが16本、この人も20本惜しかったですね。えー、次、3番ローズ、タフィーローズさんですね、この人が45本ホームラン打ってます。 で次に4番高橋由伸さん、えー、この人が30本ホームラン打ってますで5番その下がペロベルト・ペタジーニ、えー、この方が29本ホームラン打ってますでその下6番国母保小さんですね、えー、この時は41本ホームラン打ってますでその下7番阿部、えー、晋之助さんですねでこの方は33本ホームラン打ってます で8番が新岡さんで9本ということで、えー、西ロ,ローズ野部、えー、ペタジーニ、えー、小久保阿部慎之助の6人が、えー、20本以上ホームラン打っております。えー、チーム史上最多得点と打点、えー、本塁打プロ野球新記録ということなんですね。 で80年以上の歴史を持つ巨人軍ですね9回の名手な,な,などの偉業を取り、えー、これまでのリーグ優勝は36回、えー、などしていますとかってね、まあ、そ,そんな伝統ある球団の歴史の中で一体どの時代が打線が史上最高だったのだろうか、えー、もちろんね昭和40年から48年までの 9年連続日本一になった時いわゆる V9 と呼ばれた時がチームとしては最高だったと言っても異論ではないでしょう。て、えー、てに圧倒していた時代なんですねでしかしね打線だけで考えた時に巨人史上最高だったのはこの時期じゃないでしょうかってことでうんとこの2004年のね今言ったんですけどオーダーね。 あの西さん清水さんローズ吉信、えー、さんペタジーニ国久、えー、安倍さん安倍慎之助新岡さんのこの20本が、あのー、6人いるよってことでで控えにも清原さんがいたり江藤さんがいたり本木さんがいたりって今はすごいチームですね。でこの年ねあのタフィーローズさんはホームリーダーを取ったり。 小久保さんも40本近く打ったりとねもうすごいホームランが出まくったあのー、打線なんですねやはりこの2004年のね、あのー、ホームランの記録はすごいってことですねまあ野球あんまり興味ない人からしたら何だろうって思うかもしんないけどまあそんな感じです <laughs> 2004年は最強でしたちなみに、あのー、俺はヤクルトヤクルトから移ってきたペタジーニ選手が大好きでした まあ,ね、あの,の2004年の打順の打順とそのホームラン6人20本以上打ったっていうのもすごいけどその昔のね王貞治さんとか王さんとか長嶋さんとかそういうあの昔のプロ野球も見てみたいなって思いましたね、えー、絶対すごかっただろうな、ね、55本1本足打法とかねいや昔のプロ野球もねあのカラーとかに編集して写してほしいなってぐらいですね まそんな感じです。ご視聴どうもありがとうございました。よければ高評価とグッドボタンなどお願いします。えー、またチャンネル登録もぜひねお願いします。また見てね。バイバイ。